20代の女性教諭を中傷する動画が SNS に投稿され、名誉毀損の疑いで逮捕者が出ました。逮捕されたのは、女性教諭が勤める中学校の3年生の男子生徒、同じ学校に通う1年生の男子生徒も共謀したとみられます。逮捕されたのは、高知市の中学校に通う15歳の中学3年生の男子生徒です。高知東警察署の調べによりますと、男子生徒は先月9日の午後7時半ごろ、同じ学校に通う12歳の1年生の男子生徒と共謀し、この中学校に勤務する20代の女性教諭を中傷する動画を撮影して SNS に投稿、女性教諭の名誉を害した名誉毀損の疑いが持たれています。15歳の男子生徒が女性教諭を中傷し、それを12歳の男子生徒が撮影したとみられていて、動画は一時誰もが閲覧できる状態にあったということです。警察は捜査に支障をきたすとして2人の認否を明らかにしていません。警察が詳しい動機などを調べています。今回の事件について、 SNS の誹謗中傷に詳しい国際大学グローバルコミュニケーションセンターの山口真一准教授はこう受け止めています。私はあまり聞いたことがないので、かなり珍しい事例だとは思います。動画の内容を存じ上げていないので、詳しくお話しすることが困難なんですけども、少なくともですね、こういった疑いがあるというようなことで、これ確か書類送検、逮捕ですね、逮捕されているということを考えますと、相当ひどい内容だったのかなというふうに予想はしております。山口准教授によると、一度インターネットで発信された誹謗中傷は、そこに残り続ける持続性、誰もが見られる可視性、そして拡散性の3つの特徴があり、これらに気づかず気軽に発信してしまうことがトラブルにつながるといいます。今って本当に誰もが自由に情報発信をできる、私はこれを人類総メディア時代というふうに呼んでいるんですけども、非常に気軽に公の場でこう情報発信できるようになったんですよね。ただ同時に過剰な情報発信力を全員が持ったというふうにも言えてですね、かなり気軽に誹謗中傷が投稿されてしまっているというような現状があります。で、今回のようにですね、この中傷するような動画コンテンツを作って投稿するということを、おそらくやっている本人は、かなり気軽にやってるんだと思うんですけども、その結果は悲惨ですよね。このように逮捕されるということもあります。つまり気軽にやった誹謗中傷は自分にも返ってくるかもしれない。こういった意識を持つことは非常に重要です。この上で山口准教授は、今の時代だからこそ SNS を使う人の道徳心が大切だと話します。私がよく言っているのが、人類総メディア時代になったからこそ当たり前の道徳心である他者を尊重するということ、これを誰もが身につける必要があるというふうに言っています。つまり自分がやられて嫌なことは相手に言わない、やらない、全員がこれを守れていたらですね、本来ネット上の誹謗中傷問題なんてないはずなんですね。しかしながら、実際にはこの小学生でも知っているような道徳が守られていないから、ネットの誹謗中傷が問題になるわけです。ですから改めてですね、こういったことを意識しながら SNS を活用するということが大切かなと思います。また子どもの SNS 利用について、保護者には子どもが使うすべてのツールを扱えることが求められ、扱えないツールは子どもと一緒に学ぶことが重要だといいます。気軽に誹謗中傷した場合、それは相手を傷つけるだけじゃなくて自分にも返ってくるということがよくわかる事例かなということですね。あとは年齢関係ないということですね。それが子どもであったとしても、時に罪に問われるというようなことがありますので、子どもだから大丈夫ということもない、また、当然そういう子どもだから大丈夫ということがないということは、保護者もしっかりと責任を持って、教育するということも大切かなというふうに思います。はい、SNS による中傷で中学生が逮捕されるという驚きの事件、
自分に返ってくる可能性がある、非常にシンプルですが重い言葉でした。はい、今回の事件だけでなく本当にさまざまな SNS のトラブルがすぐ近くに潜んでいるかもしれませんからね。はい、山口准教授が言うように、誰もが情報を発信できる今の時代だからこそ、年齢に関係なくツールを正しく使うこと、そして本来当たり前であるはずの思いやり、道徳、他人への思いやりなどを改めて考えることがこの機会に大切だと感じます。総務省などは違法有害情報相談センターや誹謗中傷ホットラインなどの相談窓口を設けていまして、 SNS でのトラブルで悩んでいるという方はこちらをぜひ参考にしていただければと思います。ここまで SNS による中傷で中学生が逮捕されたというニュースをお伝えしました。